本日は9月21日、ここは静岡駅です。お、今日は新幹線ですか？ですです、これから16時25分発の小玉号で東京駅に向かいます。さて、やってきましたのは M700 系ですね。今の東海道新幹線の主流です。16両も繋いでいるので、圧巻です。16両の新幹線、迫力があるね。最近は M700S という新しい新幹線も走り始めているのですが、これは違いますね。M700 スモール A です。ロゴと前面のラインで判別可能です。静岡から東京に帰っちゃうんですね。でも小玉って各駅停車タイプでしょ？ちゃんと速度を出すところでは出すので、侮れませんよ。次の停車駅は新富士ですか？静岡から34キロもあるんですよ。各駅停車なのにそんな飛ばすんだ。さすが新幹線。早いですね。お、いよいよ乗車ですか。夜メロンが左手に持っている袋は静岡駅で爆買いしたお土産だそうです。買い込んでますね。今なんで迷ったの。というわけで静岡駅を発車です。次の停車駅は新富士です。どんどん加速していくね。静岡駅は大きい駅ですので、ホーム上にショップが複数あります。そういや静岡駅に光ってどのくらい止まるの？ 1 時間に1本ですね。この区間に光は基本1時間に2本来ます。それに加えて小玉号が各方面につき1時間に2本来ます。トータルで各方面に1時間に3本なんだね。はい、静岡県内の駅にはのぞみは止まりませんので、1時間に3本ですね。ふむふむ、にしても、やはり県庁所在地は栄えてるねー。ここからしばらくは東海道本線と並走します。あれが線路っぽいですね。向こうに見えてきましたのは211系。まだ静岡地区ではたくさん見ることができる車両です。どんどん加速しますよ。すごい風を切る音。上のあたりまで線路はほぼ直線になっているので、新幹線も本気を出しています。久しぶりの東海道新幹線によるメロンも興奮が隠せないようです。今どの辺なんですか？東静岡と草薙の間ですね。もう少しわかりやすく言うと静岡と清水のちょうど間くらいです。まだ静岡市なの？富士川の手前までずっと静岡市ですよ。静岡市はかなり大きいです。時速270キロくらい出してますね。小玉号ながら、1秒間に75メートルほど進んでいます。早い！今は東海道線で言うと清水を過ぎたあたりですね。新幹線内でおやつを食べるそうです。贅沢粗挽きサラミ。酒ではなくて家から持ち込んだ緑茶を飲みながらだそうです。ちゃんとサラミサラミしてる。サラミサラミ、福むし、味はどうだったんですか？あくたの割にジューシーです。やはりサラミは正義ですね。はい、ありがとうございました。なぜならこういったロコンは辛辣ですね。そして食べたサラミをそこに置いたままに。間もなく新富士に到着します。ところで夜メロンは、次の駅の案内表示が英語でもされるようになったのかと、ちょっと驚いていました。英語に対応するのはいいことですよね。富士川を渡り、電気の周波数も 60Hz から 50Hz に変わりました。周波数が変わると一部の家電に影響が出ちゃうんだっけ？そうですね。一部家電の性能が変わったり、使えなくなっちゃいます。富士の工場の煙突が遠くに見えてきましたね。見えてきましたねー。富士は製紙パルプ工業の地ですからねー。M700 系からはどっちのドアが開くか知らせてくれるようになりました。こちらも最近になって英語に対応しました。最近これらが更新されたなら、今後も活躍しそうな車両ですね。ですが今年ですでに1編成、廃車になってしまいました。それはもったいない。まあでも新幹線の劣化ペースや寿命は早いので、仕方ないかもしれません。お、新富士駅で停車ですか？小玉号は優等列車を先に走らせるべく、大体の駅で通過待ちが行われます。新富士駅を発車しました。次の駅は三島駅です。ちなみに新富士駅って何か乗り換えはあるんですか？残念ながらどの路線とも接続していません。ですが新富士駅から歩いて25分のところに富士駅が存在します。近くはないですね。高低差はほぼないので、行くのは比較的楽ですよ。そうなんですね。おぉ、次の恋ボイラー。そういえば、残りの停車駅は何ですか？三島、熱海、小田原、新横浜、品川と終点東京ですね。終点まで残り6駅。あと1時間ちょっとで着いちゃいます。新幹線が味わえるのも残すところそれだけだね。
ではしばらく東海工業地域の立派な工場を車窓を通して眺める時間にしましょうか。三島までの特急料金は990円です。本来奈良に駅行くので料金は跳ね上がるのですが、これはもともと三島と静岡は隣駅のため安価で移動できるようになっていたのです。ですが後になって新富士駅が開業し隣駅ではなくなってしまいました。それで運賃が上がっては良くないため、価格設定は変更しないことにしたのです。ちなみに同様の現象は割と近くでも起こっています。特に青春18切符を使う人からしてみれば、浜松から静岡の新幹線でくつろいだ人もいるのでは？快適に移動するコツがあるのですね。ちなみに特急券を静岡で分割して浜松、三島間の新幹線の切符を買えば、500円以上、払う額を節約できますよ。安くなるけど、なかなかにコツがいりそうな買い方ですね。あ、Wi-Fi があるのかな？はい。新幹線フリー Wi-Fi があるんです。目的地までゆったりネットサーフィンできますね。あ、三島です。次の停車駅は三島ですか。三島駅も光が止まりますが、こちら2時間に1本です。新幹線では珍しい島式ホームになってます。そのため、新幹線の左側をビュンビュン飛ばす、という光景を見ることができます。あ、三島から約6分で熱海に到着します。そして列車は今、紀ノ宮の辺りを走っています。減速してきましたね。熱海駅にはホームドアがついてます。熱海駅には待避線がないので新幹線が高速でホームを通過するからですね。それならホームドアがないと危険ですね。やっぱり熱海、たくさん乗ってくるね。伊豆急行線に直通して伊豆地方を結ぶ伊東線とも接続していますからね。後ろから優等種別が迫ってきているのですぐに発車しちゃいます。せわしない駅だね。衝突しないようによく考えられたダイヤが組まれているんですね。次の小田原ではちゃんと通過線がありますのでご安心ください。また6分ほど走ると小田原に着きます。三島から小田原はほぼトンネルですが、電波は意外と良好だったりします。夜メロンはトンネル走行時も車窓を映そうとしていましたが、闇以外映っていなかったため挿入するのはやめたそうです。これ動画なんですか？光がいっぱい見えないんだけど。皆さんも車窓を撮影するときは映り込みと闇に注意しましょう。さて、小田原駅に着きました。もう列車は神奈川県に入っており、いよいよラストスパートです。ドアの閉まる音がしましたね。いよいよ乗客の数もだいぶ増えてきました。小田原駅で予想以上に乗ってきたそうです。夜メロンの予想では小田原駅でいくらか小田急に乗り換える人がいるだろうと。結果あまり降りなかったってわけですか。むしろさらに乗り込んできたそうです。でも今となっては路線がお客さんで賑わうのはいいことだよね。そうですね。さて、いよいよ次の駅は新横浜です。ここから 55.1km ノンストップですよ。 55.1km、 乗車券990円、また新幹線定期駅なので自由席990円の1980円です。安いですね。にしてもさすがは新幹線、もうすでに速いよ。ここからどんどん加速しています。ゴーゴーと音を立てて相模国を突っ走っていきます。速いな。相模川を渡っていきます。相模線の線路を乗り越えて。こんな高速で見えるんですかね。あったあった。ですが車両は見えませんでした。こればかりはしょうがないです。坂ばかりですね。この完成さなら、まだ新横浜にはしかなさそうですね。いや、もう間もなくですよ。なったね。 55.1km を15分で駆け抜けました。1時間だと 220km。 まあこれ小玉号なので。次の駅は品川です。東京から新横浜も安価で移動できますよ。これも静岡と三島の移動のやつ。そうですね。東海道新幹線の品川駅は2003年開業です。意外と最近ですね。そして多摩川を渡っていよいよ東京都に入ります。思えばさっきまで静岡駅にいたんだね。あっという間に品川に着いちゃうんだね。品川から東京はもっとあっという間ですよ。
そんなにあっという間なんですね。そして品川駅到着の手前でキャリーバッグに関する案内がされます。いよいよ日も暮れて、都会的な街並みが広がってきましたね。帰ってきてしまったんだなって感じです。このまま U ターンして静岡に戻ってしまったり。勝手にどうぞ。いよいよ長かった旅も終わります。次は終点東京です。ですか。高輪ゲートウェイ駅の近くを通って車庫の横を通っていきます。東京でもよく見かける電車がたくさん見えますね。お、待って、あれは横須賀線235系じゃん。なんでこんなところにいるの。さようなら。本日は静岡から東京まで新幹線で移動するという動画でした。早かったね。今度はのぞみ号にも乗ってみたいですね。こだま号でも侮れない速さなので、たまにはこだま号で旅行するのもおすすめですよ。それでは今回はここまでにしましょう。またね。次の動画も見てくださいね。